新型コロナウイルスの感染が拡大する中、首都圏でも新たに10人の感染が判明しました。このうち、神奈川県の50代の男性は、スーパー・ライフ・鎌倉大船モール店の従業員で、お菓子の品出しなどを担当していました。この店は、昨日と今日臨時休業となっています。また、都内の30代の男性は NTT ドコモのコールセンターで働いていて、 この職場での感染者は合わせて6人となりました。さらに羽田空港ではイタリアに滞在歴がある男性2人がウイルス検査を受け陽性と判明しました。一方、クルーズ船ダイヤモンドプリンセスで急病などが原因でこれまでに搬送されていた乗客のうち15人の感染が明らかになり、これで船内の感染者は712人に増えました。